TUP テニスアカデミー渡辺雄介です。鎌田正隆です。今回は、鎌田さんの、ボレーの強化ということで、やっていきたいと思いますが、ボレーは得意でしょうか？いや、ボレーすごく苦手で、まあなかなかダブルスの試合とかでもうまくいかないことが多くて、まあちょっと無駄な動きがすごい多いのかなっていうふうに自分では感じるので、ちょっとそういった部分もっとシンプルにできるようにちょっとボレーの練習していきたいなと思いますので、ご指導のほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。以前鎌田さんから動画を送られてきて、本当に、騒がしいイメージがすごくあったので、今日はザ・シンプルで、いきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、騒がしいですね。騒がしいですか？自分なりにはシンプルにやってるつもりなんですけど、はい、やっぱなかなか自分では気づけない部分なのかなとも思うので、どう改善すればいいですか？そうですね、ちょっと余計なものが多いので、一つ一つ練習をしながら、変えていきたいと思います。はい、まず一つ目に、テイクバックが、バラバラなので、テイクバックを押さえましょう。はい、肘または脇にボールを挟んだ状態で、ボールを捉える。ボールがこの方に落ちたりしないように、または打ち終わった後にこういう風にね、落ちないようにちょっと意識をしてみましょう。はい、いかがですか？ボールを挟んでみて。ちょっと窮屈だったと思うんですけど。そうです、だいぶ窮屈、ちょっと動かすとやっぱ落ちちゃうんで、まあそんなにここまで振らないのかっていうぐらい。そうですね、まあ今の状態でも結構振ってはいるんで。ああ、そうなんですね。はい、もっとシンプルにできたらなと思います。まあまず一つ目はこのボールを、ね、挟んで、今みたいに動かさないっていう意識を持っていただければ、上達につながると思います。はい、それはありがとうございます。次にフォロースですね。当たった後にどうしてもラケットを折ってしまうことが多い、まあ、このように折ってたり、あとは切ってしまったりっていうのがあるんで、なるべく当たったら少しラケットをね、止めてあげるイメージ、キュッと握ってラケットを止めてあげるイメージを持ちましょう。ボールが来て当たったとこで止めてあげる、止めてあげる、止める。さっきのボールがあることもね、認識しながら止める。こうやって動かさないように、切らないように、しっかり止めていきましょう。はい、今、ラケットを止めていただいたんですけど、止まってました？自分的には止めてたつもりだったんですけど、はい、まあ、概ね止まってる、まあ、視聴者の皆さんも止まってるかなと思ってくださるんですけど、当たる面がまっすぐ止めてしまってるんですよね。うんと止めてる傾向があって、やっぱりボレーっていうのは少しスライス回転をかけた方がいいので、止めることによってフラット系にね、なってしまってるのが、見られました。で、この際にフェースを上げてあげる、このようにですね、少しフェースをスライス面にしてあげて、そのまま止めてあげるイメージを持つことで、スライス回転がかかります。なので、今までは振ってね、こういう風に振ってスライスをかけてたのが、止めても、回転がかかるっていうイメージを持ってもらったらいいので、できれば、このようにね、少しフェースを上げてあげる、
の状態で当ててあげると、いいかなと思いますので、ちょっとやってみましょう。はい、ナイス。引かないよ。いいじゃないですか。今のように、もし仮にねスライスがうまくかからないよっていう方がいたら、ボールの少し右側をね捉えてあげるイメージ、右下ぐらいかな、捉えてあげるイメージを持つと、よりスライスがねかかりやすいので、もしまっすぐ当たってしまう、なかなかスライスがかからないよって方は、意識していくといいかなと思います。はい、最後に、今は全くボールに、パワーが伝えられてない状態なので、最後は足でパワーを出していく。普段は半歩ぐらい、ね、踏み込んで手でやっていたのが、今手の力は使えない状態になっているので、踏み込む左足で、パワーを出してあげたいなと思います。ちょっと出ますね。左足を踏み込んであげる。左足を踏み込んであげる。これがちっちゃくなってしまうとパワーがなくなってしまう。なんでなるべく大きく踏み込む、大きく踏み込む、ヘッドを止めて大きく踏み込んでパワーを出してみましょう。はい、打ちたい方向に大きく踏み込む。で、踏み込むと振りかぶることがあるので、なるべく振りかぶらずラケットを止めてあげる。ナイスボレー。減らしていきましょう。おー、ありがとうございます。まあ、かなりね、綺麗に、騒がしくないボレーになってると思うんですけど、力なんか足りないなって感じはしますか？そうです。やっぱり力がちょっとこう普段腕で力を出してたんだなっていうのはすごい感じてて、まあ踏み込むっていう意識もやっぱ今まではなかったりとかしてたんで、やっぱり踏み込みを強くすると、まあここでセットしてそれこそ前に押さなくてもちゃんとボール飛んでくんで、そうですね、そっちの方が安定するなと思ったんで。ただ一点ね、踏み込む際に打ちたい方向に必ず踏み込んであげる。クロスにしたいのにストレート方向に踏み込んでしまうとパワーが出すんだので、まあ後半はねすごい良かったんで、打ちたい方向に踏み込むっていうのはちゃんと意識をしながら、はい、引き続きやっていただきたい。はい、ありがとうございます。はい、浜田さん、はい、まあ、今日ねザ・シンプルってことでやってみましたが、いかがだったでしょうか？そうですね、まず一番最初に感じたのが、そこまで振らなくても意外とボールってちゃんと前に飛んでいくんだなっていうのがやっぱ第一印象としてはあって、やっぱりこう今まではボレーでもボールに勢いを出したくてちょっとこう前にスイングしてしまったり、バックボールだったらちょっと切ってボールの勢いを出してしまったりっていうのを、まあ個人的に意識をしてたので、そもそもそこが間違いだったって気づけたことに対してはすごくポジティブかなと思ってて、まあ実際最初はこう振らないよって言ってもじゃあどうやってパワー出すのっていうふうに思ったんですけど、ちゃんと前に打ちたい方向に踏み込むことができれば、まあ、パワーを出せるっていうことも分かったので、次回以降しっかりと反復して自分のボレーとして身につけられるように反復して練習していきたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。ぜひねこの動画を見て皆さんも、シンプルなボレーっていうのを覚えていただいて、本当にボレーって簡単なんだなっていうのをね、分かっていただけたらと思いますので、ぜひやってみてください。